田代三期像、田代三期天文13年4月15日は、室町、戦国時代の日本の医師、厚生範囲学の開祖であり、広く異性と称された。真瀬道像、長田徳号などと並んで、日本における中医学の中高の祖である。三期は、通称で、名は、道道、地を祖藩といった。藩大きな、めぐる王、資産人、癒し剣、悲言、 全道の多くの号がある。田代三期の略伝については、明治22年に、服部りはじめよりがまとめた、三木美による説が広く流布している。三木は、源平時代の武将である、田代信綱の八世の孫、田代金綱の子として、武蔵国川越の西方、大瀬で生まれる。田代氏は、伊豆国の豪族であったが、金綱の代に、武蔵国に移住していたという。 文明十一年鎌倉の名を信じて僧になる。長京元年から明王七年、明にわたる。当時大陸では金、現代にいる東垣、き、主探偵の流れを組む、東流医学が森高を極めており、三木は、僧医月子に支持しこれらの医学を学んだ。なお宮本義美は、実際の県民選の派遣年度を精査し、永昇三年に、堺から都民し、大英四年に帰国したとしている。 帰国してしばらくは下谷国足利に従し、永正六年古学坊に招聘されて、下宇佐国古川に移る。ここで葬石を離れ妻を迎える。また同年には、稲わ城県際を治療したことが知られる。大英四年武蔵国に帰る。関東一円を往来して、医療を行い多くの庶民を、病苦から救って、異性と仰がれた。足利の三期、古川の三期という衣装を得ている。 協力四年、当時足利学校に在籍していた、真瀬道蔵と佐野氏、赤見で出会う。三木は道蔵を良き後継者とみなして、医術を指導した。三木は四季近い病床で、なお口術を続け、79歳でボス。小賀氏の永世院跡には、昭和初期に植えられた、三木松と、伊勢、田代三季を奥用品と刻んだ石碑が立っている。ありがとうございます。